ちは。 AKB48 チームエイト富山県代表のハルピョンこと橋本アラナです。マジで起きてアイロンとか何もしてないので、9時ぐらいに起きたんですけど、もう3時間このままなのですいません。ちょっとちゃんと身だしなみ、ちゃんと顔とかは洗ったんですけど、髪の毛とかちゃんとセットしてないんで申し訳ない。まあいいか。あと髪の毛まとめてた、さっきまで。だから癖ついてるかも、ここら辺。もういいか。こんにちは。いい感じ。なんかちょい外跳ねみたいな感じですけども。でもわざと外羽にしてるわけでもないから、そんなに綺麗なものじゃない。西くんさん、ハートありがとうございます。白美さん、対戦ありがとう。2時くらいまで、ボーナスタイム終わりくらいまで配信して、その後いろいろあるので、ちょっとだけできなくなる時間があるんですけど、いい感じ。でも大丈夫、やるからちゃんと。30日ね、もうすぐ30日、あと1週間ちょい。頑張ろうみんな。お話し会もあるし、でも開放感とともにお話し会があるのはすごく嬉しい。なんかあーやばいやばいっていう気持ちにならないじゃないですか。終わったーっていう開放感とともに来るお話し会。ふみさん、かわいい、ありがとう。ベレッタさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。
楽が眠りを誘っているのかな、私の。どうなんだろう。あなたはだんだん眠くなるって言われてる気がしてきた。昨日はうさぎが大好き14歳さん、大変ありがとうございます。何の話、本当になんか最近ショールームドボンの音合わせの時間みたいな気持ちでやってるわ、完全に。なんか話続かなくてもみんなドボンの音合わせしてくれてるみたいな気持ちでやっちゃってる、よくない。本当に充実した日をね最近すごく過ごしてたんですけど、まだその話ができないから。そうだから、何の話したらいいんだ。西くんさん、紫の風船、犬風船、ワンちゃんありがとう。ともゆきさん、黄色風船ありがとう。ゴールデンウィークのご予定はまだわからないんですけど、まあきっと、まあ、ゴールデンウィークだからお休みだから、みんな学生さんとかだから、多分舞台の方のなんだライブのパートのリハとかが入るのかなと思いつつ、本当に空欄です。あ、でも1個だけ、1日、あ、うん、30日もゴールデンウィークになるんですか。30はオンラインお話し会があって、もう1日だけちょっとお仕事が一つ入ってて、そうそう、
10連休すごっ。29から休むってこと29、30、1、2、3、4、5、あ、6も休んで7、8ってことか。確かに2日と6日休めば10連休できますね。すごーい、すごい人だ。そういうところで有給とかって使うってこと？有給の正しい使い方。でもみんな2日と6日休んで10連休したいですって言ったらそのお仕事回らなくなりますよね。困る。それこそ自営業の方とか言うとなんかすごい硬くなっちゃうけどさ、なんかラーメン屋を自分で営んでますとかそういう方ってきっとじゃあ2日と6日休みにしようってできますよね。ですみませんが10日休ませてください、10日間休ませてくださいってね。で10日間ハワイ行ったりラーメン屋の人がそうだよね、きっと。そんな気がする。ゴールデンウィークの明けの感染者数がめっちゃ、でもさ満員電車とかがなくなるわけじゃないですか、きっと。だからさ、なんかそういうところでなんかもらっちゃってたみたいな、知らないうちにもらっちゃってたみたいな人が少なくなりそう。いやもちろん稼ぎ時ですよ、お休みですからラーメン屋さんはきっと稼ぎ時かもしれないですけど、でもやっぱ自分たちも休みたいっていう気持ちがあるじゃないですか。稼ぎ時なのかな、どうなんだろう。なんかそういうなんていう観光地とかのラーメン屋さん、なんでラーメン屋さんにこだわるのかわかんないけど、観光地とかのラーメン屋さんはきっと稼ぎ時だけどさ、なんかそういうところじゃないラーメン屋さんとかは稼ぎ時とか関係なさそう。むしろさ、そのサラリーマンさんとかがさ昼食とかに食べに来たりとかさ、お仕事帰りに食べに来たりとかっていうのが多いラーメン屋さんだったら、会社がお休みになる分人来なそう。うん、なんか多分立地にもよると思いますよ。なんか頭いい話してるかも題材ラーメン屋なんだけどウケる。かもちゃんさん対戦ありがとう、間違えた、ハートありがとうございます。対戦じゃなかった。うん、今日はこの時間まではまず9時に起きたでしょ。でしばらくはドボンだけしてたかな、まあ、いろいろ起きる準備っていうか、あの歯磨いたり洗顔したり起きてやることやってドボンし始めて、ほんでほんでほんで朝ごはん食べて、昨日言ってたコイステを見ながらドボンしてて、
でテレビもちょっと見てドボンしてって感じ。うさぎが大好き14歳さん、対戦ありがとうございます。そうね、昨日も元気ではあったんですけど、やっぱり3日4日ぐらいの疲れがドーンってすごく来てましたね。それを本当に今日だって昨日一昨日の2倍ぐらい寝た。8時間9時に起きた。いや1時にはまだ寝てないな。7時間ちょいぐらい寝たので、1時にはまだ寝てなかった。でもお風呂は上がって見たりして、え、夢なんて見てないマジ。あ、待って、見たかも。待って、でも何の夢見たか覚えてない。でも高校の時になんかちょっと言い方間違えるとちょっとあれなんですけど、あの高校の時にあのライクとして好きだった女性の先生が出てきたことだけは明確に覚えてるの。でも何があってその先生が出てきたのかマジで覚えてない。すごいいい先生だったんですよ。それだけはすごい覚えてるんですけど、その人が出てきたってことだけは。でもどんな夢でその方が出てきたのか覚えてない。やばいよね、普通に高校の時に好きだった先生が出てきましたとか言ったらもうみんなもハオピョが、やばいやばい、一歩間違えれば。そう、何だったんだっけな、忘れました。それこそソクラシちゃんともすごい仲が良かった先生で、そう、みんな大好きソクラシちゃん。最近連絡取ってない。なんか彼氏さんできたっぽい。友達から聞いた。いや、なんか彼氏できたっぽいよ。そうなのってなりました。間違えた、オートにしちゃった。やばい、危ね。このガイドのとこ開いてて自動で引くを押しそうとしたらオート押しちゃった。ごめん、ちゃんとやってますから。自動で引くがね、なんかたまにね外れてる時があるんですよね。オフになってる時がある。え、でも私のお友達めっちゃ最近彼氏さんができたっていう話をめっちゃ聞きました。うん、なんか部活が同じだった、すごくなんか、いや彼氏なんて私本当にできないんだよ母みたいな女の子も、なんか私も友達から聞いた情報だからさ、その子から聞いたわけじゃないからわかんないけど、なんかラブラブの感じの写真を SNS に上げてるらしくて、それをその別の同じ部活だった子から聞いて、あの子そんなじゃなかったじゃんってなってます。ドボン返し、全く関わらない私。ハルピョンにはピョンズがいる。あ、別に欲しいとかそういう気持ちはないですよ全く。
でもさ、彼氏さんができたなら連絡ぐらいくれよって気持ち。そう、そっちですね。友達を取られた悲しさ友達の彼氏さんに対する怒り、うん、うちの丸丸ちゃん飛んじゃねえよっていう怒り、そっちかな今月は春直しさん対戦ありがとうございます。そうそう、ありがとう。スペード欲しかった。あ、変えられた。スペード欲しかったな。ナイス、スペード。最悪です。あ、今何しようとしたか忘れた。携帯開いて、あ、思い出した、ロームバ思い出した、ロームバだ。採取しようとしたんだ。今日はどんな服？もう本当に適当な服です、はい、最近流行りの ここまでしかないジッパーの洋服なんですけど、なんとなんと、なんか懐かしいあのパーカーを思い出させる。あ、見えん。待って、無理。時間はまだ。あ、はいはい、すいません、すいませんこんな感じでございます。見えなくてドボンできなかった。こういう服を着てます。今は あと2枚だったのに、ドロースリーが2枚も来た。最悪でした。ネットでお洋服、いや、私はネットでは基本あんまり買わない。そうでもないかもしれないけど、そうでもある。うん、なんかめっちゃネットで買うっていうよりも、やっぱ試着しないとわからないから、私のサイズって。え、すごい、ピョンズが3人います。ちょっと待ってね、ピョンズ。コツメカワウソさん、リーナギさん、今月は春直しさん対戦ありがとうございます。パンダさん、ハートありがとう。うわ、ドボンされた。せっかくのピョンズ対戦。ピエンピエンピエン、切なくて泣いている時に。懐かしい歌。あ、コメント変えなきゃって思ったんだった、さっき。 AKB48 橋本春奈、手加減は無用。
とうさぎさん対戦ありがとうございます。やばい、眠たい症候群やってきた。マジさあ、ショールーム、いや多分立って動かないからだと思う。ショールームしてたら眠くなるの。立ち上がらないから、動かないからですよね。マジ家にランニングマシン買おうかな。え、なんかさ、健康にさ、歩きながら歩きたい気持ちはあるけどさ、歩きスマホって危ないじゃないですか。だから家でランニングマシンをしながらドボンをすればずっと座ってないし、そう、歩くこともできるし、かつ普通に配信も大事で、配信はしないけど、なんだっけ、ドボンも大事だからドボンもするっていう。ランニングマシーン、まあ歩くだけなんだけどね、ウォーキングマシーンか、うん、でもどこに置くんだろう、橋本家の置き場所ないや。でもマジ検討、あったったさん対戦ありがとうございました。割と早く落ちた。今一番欲しいものはランニングマシンです。テックテック稼げそうね。そうだよね、やっぱ歩くのが健康にいいって言うじゃないですか。だから歩きたい気持ちはあるんですけど、でもそんな時間あったらドボンしなきゃって今は思っちゃうので、そう、ねえなんで、なんで私をスキップした？一番欲しいものなんだろう。プリンゴミーさんハートありがとう。でもママ歩きすぎ問題っていうのがさ、前にさ浮上してさ、そう、その時にさ、ママは前輪の営業の人ってめっちゃ言われた。めっちゃ言われた。ドボンしながらランニングマシーンは、別にランニングマシーンでランニングするわけじゃないですよ。歩けばいいじゃん。つまんないかな。でも私本当にテレビドラマとか見ることが多いから、なんかそういう時もなんか歩きながら見ることで、なんかずっと座って見るよりいいのかな。
また眠たい時間がやってきた。まだ油断はできない。喋ったらいいかわかんない。リエさん対戦ありがとうございます。はい、食べようかよ。ショルームって普段何喋ってたっけ。え、マジでわかんない。今あと1時間くらいボーナスタイムだからやろうかなとは思ってるんだけど、喋ることないとみんなも見ててつまんないし、私も眠くなるだけ。お昼はね、今お腹そんな空いてないんだよね。あとは冷蔵庫に何かがあるのか何もないのか、それ次第かな。そりゃ眠くなるよね。だって画面めっちゃ3つも画面見て、3つじゃないや、2つだ、2つの画面と1つの女優ライトで目疲れるよね。なおちんさん対戦ありがとうございます。時間合わせしようかな、久々に。どう？そんな余裕ない？どうしよう。でもピョンズ以外と当たってもさ、いや別にマッチングボーナスとかないからあれなんですけど、何にも喋んなくなっちゃった。ドボンのハルピョン最悪。こんなにカード持ってるのにドロー3投げた。
みんなショールームって何喋ってんだろう。てか毎日こんな長い時間やってる人がいないのか。まず上がるのは私たち。じゃあ発表も短くすれば違うんだよね。私はこのドボンの音合わせをやりたいがために配信をしてるんですよ。だから別に言うならば喋らなくても許される。それはないか。なあ、ドボン返された。でもなあ、コメントえ、みんなお昼休み終わっちゃうの。みんないなくなっちゃうの。じゃあ発表も配信やめようかな。昼休み終わりって人がいっぱい。テンション上げてこ。スキップしてみる？あげー。眠そう。目が開かない。ちょっと一回女優ライト切るわ。眩しいから目が開かないのかもしれない。あ、そんなことないな。眠いな。ダメだな。配信したら眠くなる現象って何なんだろうこれ。ズレバーさん、ハートありがとうございます。なんでなんだろう。喋ってんのに眠い。確かにリラックスしてるってことかな。勝負はここから。マックミックさん、ハートありがとう。目が疲れてるのかな。え、ドボンの BGM のせい？マジそれ？マジでそれ？
を伸ばしてます今。ヒートテック見える？ああ間違えた、もういいよ。はい反対。じゃあ そうだよね、みんな昼休みだから、あ、お昼休み終わったんだよねきっと。だからちょっと行っちゃったのか。ボーナスタイムやってるよ。いつも勝負に出よう。対戦相手。ツッチーさん対戦ありがとうございます。寂しいな。普段怒ったりしますか？やっぱ睡眠不足だとイライラしますね。今は別にイライラしてないんですけど、やっぱ睡眠不足だとちょっとしたこともなんかなんってなっちゃうというか、本当にだからこの3日、まあ2日ぐらいママと、いや喧嘩したわけじゃないんだけど、ママにめっちゃいっぱい言った、眠すぎて。なんか眠いし私は寝たいのに、なんか全然そのやるべきことをやってくれなくて、そうなんで？やるって今やるって言ったじゃん。なんでそんなこともわからんが？みたいな感じでもうプンプンした。うん。でも別にそれはママは多分何も多分眠いからなんかなとか思ってたと思う。うん。うん、別にママはそんな喧嘩には、の喧嘩っていうかその怒り、ハルピョンの怒りには乗ってこずに、そうお母さんってすごいですね、そう考えたらね。今ツイッターのあれが来た、元彼ですのなんか、あれだよ、大丈夫そう音。すごい。ボーナスタイムやってるよ。いつ勝負に出よう。はい。ハルピョンの元カレ風動画上がってますね。ぜひ皆さんいいねなどなどお待ちしてます。え、すごい。こんな風になってるんだ。なったんだ。へへ。
と彼です、だからだからだから、ちょっと待って勘弁全然わかんない曲。あ、ドボンされた。終わろうかな。でもまだ1時。何か喋ることを、喋ることを。あれでも見よう。実況とまではいかないけど。あれでも見ようかな。ダメ。やめよう。じゃあ。お話し会決済ありがとうございます。昨日まで、あ、そうそう、この間ありがとうございますのお店に久しぶりに行ったんですけど、その機械の多分充電が切れてたのか電池が切れてたのか何がないのか分かんないけど、通っても言ってくれなくなってました。機械自体はあったんですけど、そう、何回も通ったけど無視された、その機械に悲しかった。目の前にチョコチップクッキーがあるんだ。実はみったんぴょんずさん、対戦ありがとうございます。今おすすめのドラマはありますか？今おすすめ、私見てないんですよね今。なんかドラマいっぱいあるじゃないですか。でもてか最近入ったじゃん、何見た、探偵が早すぎるとインビジブルと、あとワルの第2話しか見てなくて、まだ。そう、でも多分どうなんだろう、これはちゃんと1週間に1回見るのかどうかわからない。でもなんかドラマばっか見すぎてて、なんかママは多分いろいろ見てるのかもしれないけど、私は YouTube ばっか見たりしてますね。ゆいゆいのやつはさ、富山で入んないからさ、 TVer で見なきゃいけない。いつまでだっけ、いつまで配信してんだ、あのあれ。TVer。恋に無駄口だっけ。そう、1週間、1週間っていつまでだって思って。25日まで。あ、この週末に見れば大丈夫ってことですねなんかパン乗せられるのが苦戦したみたいなツイッター見た。
今おすすめのメンバーはハルピョンです。キラン。今日金曜ロードショー？何？金曜ロードシネマ。ヒーローの弾丸。コナンくんだ。見る？一緒に。じゃあ時間が合えば見ますね。ちょっともしかしたら途中からとか途中までとかになるかもしれないけど、そうしましょう。ゴンスケケスンゴさん対戦ありがとう。うん、眠かったらまた終わるかもしれないし。眠い、終わろうって言うかも。そん時はごめんね。先週も金曜ロードショーコナン、あ、そうだったんだ。そうだそうだ、なお姉ちゃんが私コナン大好きで、あの僕がしてたやつ、この間お姉ちゃん家に泊まってた時に、そのお姉ちゃんその日はね映画見に行ってたから、その後見てたりしたのかな、それはちょっと分かんないけど、まあ考えときます。ということで夜までの予定が決まったので、夜までの予定、夜の予定が決まったので、この後はドボンしたり、あとやらなきゃいけないことやったりとか、あとちょっとできない時間もあるんですけど、まあ頑張りたいと思います。ということで2時までって言ってたけど終わります。眠すぎるから、あの動いて、そうお昼寝はしたくないな。お昼寝したらね夜寝れなくなるから、ということで、それでは ランキング読みます。ドライブいいね。ハルピョンとドライブしますか？多分9時半からとかになりそう、配信だから、みんな見といてね途中まで。ちょっとご飯の時間とかもわからないから、ちょっと何とも言えないんだけど、そう9時ぴったりからは多分しないかも。9時半、10時には始められたらなと思ってます。そう9時はひたすらもうドボンしながら、そのコナンをリビングで見て、そうゴールデンベッドタイムだから、で10時にみんなとになるかもしれない。ちょっと考えときますね。はい、それじゃあバイバイ。ランキング読むよ。終わりが見えたら元気になるの私。うん、見えない終わりは元気ない。眠い。よし動いておきます。そうそうそう、動いて、ちょっとポカポカ
かしてるからね今日。だから眠たいんだ。みんなもお仕事戻る人とか、まあ、もう今日お休みの人とかいると思うけど、バイバイ。ご飯ね、みんなも食べてね。それではさよなら。ランキング見ます。1位マックミックさん、ありがとうございます。2位パンダさん、ありがとうございます。3位ともゆきさん、ありがとうございます。4位バージョンRさん、ありがとうございます。5位プディングオンミーさん、ありがとうございます。6位ナーニャ神推し、チーム K 初日公演当たった、私もチーム K じゃない、ありがとうございます。7位マロンさん、ありがとうございます。8位としくんさん、ありがとうございます。9位にしくんさん、ありがとうございます。10位こにたんいみずさん、ありがとうございます。11位あきふみさん、ありがとうございます。12位ドクタケさん、ありがとうございます。13位レクサーとぴょんずさん、ありがとうございます。そして本日のラッキーター88位はチャメタさんでした。ありがとうございました。ということで、みんな今日はすごい、私以外全員オート受ける、楽しいバイバーイ、ありがとう、またねー、でまた夜配信します。ドボンはこの後もやり続けるので、ぜひ皆さんよろしくです。やり続ける、あとできない時間もある、ごめん。それじゃあバイバーイ。